はい、どうも岩田キャラです。今回の動画ですね、前回ねアップしましたこちらの、はい、こちらのレンズ、パーギアさんのね 7.5mmF2.8 のレンズ、こちらのね、作例を撮ってきましたので、今回はねそちらのご紹介をしていきたいと思います。でその前にですね、前回の内容で一部ね異なる部分があったということでして、まず私のところにね送られてきた内容と今ねアマゾンで販売している内容っていうのが、ちょっとね中身が違うということでして、実際ね入っている内容っていうのはねこちらになります。はい、ということなので、実際はしっかりねレンズはですねしっかり箱にね入っているということなので、その部分の中身が違うっていう部分と、あとレンズポーチもニコンのねレンズポーチではなくって、オリジナルのレンズポーチになっているということになっています。はい、であとねガタつきの話もしましたけど、しっかり今現在は改良されたものを今販売しているということなので、マウントのねガタつきもないということなので、また改めて私のところにもね新しいものを送っていただくことになりました。はい、ということなので、その点がね注意点で連絡来ましたので、私のところにちょっとね古いモデルの方が届いてしまったということだったようなので、ここでね補足しておきたいと思います。はい、ということでまずはね作例の方をご覧ください。どうぞ。いかがだったでしょうか。はい、やっぱりこのね、フィッシュアイレンズということで、本当にかなり広角でね映っていたかと思います。であと今回ねDJI の RS2 なんですけど、あれをちょっとねジンバルの設定をですねハイパースムーズにねしてみたんですよね。でそれでいくとちょっとね結構細かいね微振動を拾ってしまってて、おそらくですねモーターパワーが強くなりすぎてるなというふうに思いました。なのでちょっとねハイパースムースを使う際はシーンによっていいとこ悪いところあるかと思うんですけど、モーターパワーが強ければいいっていうねものでもないのでジンバルは。はい、そのあたりはちょっとね今回苦労したところになります。はい、実際ね撮った映像っていうのが結構
細かい振動が出てる部分があったので、まあ、なかなかちょっとねセッティング難しかったですね。で広角だから あまりこうブレは目立たないんじゃないかっていうふうにちょっと思ってたんですけど、まあ意外にちょっとね目立ってる部分もありましたので、はい、まあそのあたりが、まあ、もう少し修行が足りなかったかなというふうに思いました。であとですね、このねレンズがめちゃくちゃ広角すぎてですね、ジンバルのねケーブルが、まあ、映り込んでいたんですよ。まあなので上下ねクロップしてお届けすることにしました。はい、あそこもねちょっとね失敗したなというか、想像以上にやっぱね広角なんですよね。まあなので、まあ、そのあたりも皆さんね注意していただきながらコードが映り込まないようにはい撮影してみてくださいね。であと、まあ、実際にこのねパーギアの 7.5mmF2.8 のレンズ使ってみましたけど、結構ね映り良くなかったですか？はい、で特にちょっとね日が強くないところの描写力っていうのはなかなかいいと思いました。はい、でまあまともにね太陽の光が当たってるところっていうのはちょっとねまあ、色のりが悪いと言いますか、まあ、そういった部分はちょっとね見受けられたかなと思います。まあ、ただ日陰に入るとかなりねいい写りをしていたので、まあ、そのあたりはまあレンズの部分ももちろんあるかと思うんですけど、ニコンのねやっぱり絵作り、まあ、こちらの方が優秀なんじゃないかなというふうに思いました。あとですねジンバルでいろいろとこう大阪のね名所の、まあ、看板だとか、まあ、グリコの看板だとか、あとはなんだ、まあ、観覧車だとか、まあ、そういったものを、こうねトラッキングしながら撮影をしてみました。まあ、それっていうのは RS2 のレイブンアイ、まあ、こちらのね機能を使ってトラッキングして、まあ、もうそのまま走っていけば勝手にこうそこのね被写体に合わせてくれる、まあ、グリコのマークだったらグリコのマークのところにこうねしっかりレンズを向けていきながら撮影ができるっていうところで、まあ、正直私はねあんまりレイブンアイだとかトラッキングっていうのは、まあ、使わないんじゃないかなとちょっとね思っていたんですけど、今回の撮影で考えた時にめちゃくちゃ使えるなって思いました。まあ、なのでこのね RS2 だとか RSC2 のレイブンアイ結構ね使えると思いますね。でこういった距離でトラッキングして追いかけるっていうのは結構苦手な部分かと思うんですけど、まあああいった看板だとか遠くのね被写体をトラッキングして動きながら撮るっていうのはかなりね使えるなと思いましたので、まあぜひやってみてほしいなというふうに思いました。あれねかなり楽ですね。であれを自分の操作でやろうと思ったらなかなかね難しいので、まあ、そういう意味ではねトラッキング機能は使える機能だなというふうに思いました。いやーまあね本当あれね楽ですよ。うん、まあなのでちょっとねいろいろと私も使ってなかった機能を今回ね試してみましたけど、まあ、とても良かったなっていう部分と、まあ、本当にまあこのね魚眼ならではの面白い映像が撮れると思いますので、でしかもね13,800円でこのねレンズが買えるっていうところで、まあ割り切ってね購入するには、まあ、遊べるレンズかなというふうに思いますので、まあぜひですねチェックしてみてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。